この前それこそ無能と飲んでた時に、急に LINE がポンってきて、見た YouTube の、URL 貼ってあって、それ開いたら、なんか「ダラッとラジオ」っていうお酒飲みながらこうラジオの放送しようっていうのを映像にしてる URL 貼られてて、そこにゲストで紹介されてた角田さんですって出てきて、16年ぶりぐらいに父親を見たんですけど、子供捨ててダラッとラジオやってましたね。そういうの、そういうありの、ましたね。子供が出てたら、笑いがしたおもろい。それな、ラジオ見たんですか、それは、最後まで。あ、見ました、見ました。内容はどうだったんですか。いや、なんかめちゃくちゃ内容はなかったんですよね。ただ喋り方とかはすごい似てて。じゃあ、その YouTube に再生回数、この動画が負けないように。そうですね。ライバルです、今は。